にしてた。はい、北海道の田舎や、はい、東北の田舎や沖縄の島々の田舎から上野駅に集まって昔はみんな何してた、中学校出たばっかりの15歳の少年少女がお父さんやお母さんからちっちゃい弁当もらってお小遣いもらって何を夢見て集まってた。君たちは金の卵だよなんて言われて集団就職で集まって、えそろそろ定年かい、みんな無事に社会の歯車として活躍したんだね、昭和少年って歌。おいやはいはい、振り返りまた振り返ったら元に戻ったなんでこれが現実か、昭和少年気がついた、昭和少年駆け回る、昭和少年ホロポ、昭和少年またまた駆け回る。頑張ってまた頑張ったら会社が飛んだよなんでこれが現実か、昭和少年外へ出よう、昭和少年走り出す、昭和少年はどこに乗って昭和少年ずいぶん働いた、昭和少年はひたすら走り平成を難なく乗り越え、また新たなる野望を抱き外へ飛び出していくのです、昭和少年はずっとずっと少年だったのです。何が昭和少年だ。ではリバーブを少し。何が昭和少年だ。もっちゃいだな。何が昭和少年だ。One more time。 いいですね。昭和少年。昭和少年。絶賛発売中です。初めてお会いの方もいらっしゃると思います。重くて重くて。今日は重曹ってとこに泊まってるんですよ。なんだか昨日飲みすぎちゃってね、なんか荷物一つ一つが重くて重くて、そういうことです、はい、しょしょ、もう春にちなんだ色とりどりあります、特に明るい色ですね、あの注文してまいりましたので、暗い性格の人はせめて服だけどね、明るい感じで、おい、いつだかちょっと忘れたけど、ここで歌ってる時にね、リハの時か、あのスピーカーの音がなんかチラチラチラと出なくなったんですよ。そしたらね、ここのマスターのすること叩いたスピーカーを治りました。そういうのを昭和少年って言うんです。おいやー、1970年代のフォークが最高だったよ。80年代になってな、あんなのは商業ロックとか言っちゃってよ、ニューミュージックとか言っちゃってな、情けねえんだよ。私はあなたがいなくて寂しいわって、そういうのをロックって言うのか。はい、お前そんなこと言ってるけど、この前カラオケ屋で浜城歌ってたべ。え、浜城さん、はい、はい、90年代に至ってよ、もろ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 ばっかりやがってよ、日室、安室、小室、ふざけんなよ。俺らが知ってんのは小室仁志大先生だ。おいおい、2000年代に至っちゃもうさ、なんかね、40何人もたくさん出るステージに上がっちゃってさ、男もそうだよ、踊っちゃったり歌ったりしちゃってかっこよすぎるじゃねえか、ちょっと、え
なのに昭和少年大丈夫、昭和少年へこたれぬ、昭和少年前を向く、なぜなら昭和少年なのだから。あげくにはよ、あげくにはな、昔は良かっただなんてどっかの飲み屋の隅っこで若いやつに説教しながらぶちくさぶちくさだらしない飲み方をする、ホッピーなんだったのみやがって、このモードヒッピーモードキングー。昭和少年走り出す、昭和少年馬に乗り、昭和少年風を切る、我らがヒーローまぶたに乗せて、昭和少年、昭和という一つの激動の時代をひたすら走ってきた確かな少年たちだったのでした。昭和少年でした。ありがとうございます。今これから歌う曲を僕はすごく推してるというか、聴いてほしいなということで思って作りました。その曲とこの曲があります。タイトルは子供ニュースという曲です。僕らの知らないある国で本当に起きた怖いこと、四方を海で囲まれた小さな島で起きたこと、オブラディオブラダオブラートだ、パッパラパラララーイ、昔々その国じゃ大きな爆弾落とされて、二度と戦をしちゃならぬ誓いを立てた約束を、コツ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 働いてその誓いを忘れずに、先祖代々守られて平和の国を築いてた、はい、ところが最近その国の王様が入れ替わり、なんだか怪しいことを言う、まるで誰かに操られ、責められそうならどうするか、責められる前に責めるべき、脅しのような口癖は積極的な抑止力、それはそれはそれは、ああ怪しい雲行きだ。その口癖に民衆は広場に集まり大合唱、殺し合いはたくさんさ、あとには光る王様を、平和の鐘を鳴らすには平和を守るには武器がいる、武器を扱う兵隊も大きな国と手を結び、大きな国の狙いとは世界征服ただ一つ、小さな島のことよりも基地を作れと考える、王様何をもらったの、一体僕らをどうするの、どうぞどうぞと基地作り、しまいにゃ兵士も差し出した、オブラディオブラダパパパーや、なんとかしておくれ、こんな王様もダメだ、なんとか引きずり下ろそうと
けれども大きな圧力に誰も手出しはできやしない。反対すれば牢獄へ、言うこと聞くやつは大儲け。誓いを立てた約束は戦火にまみれて木っ端みじん。21世紀の前半、小さな国の王様が私利私欲に目がくらみ、国民撃ったという事件。僕らの知らないある時代、本当に起きた怖いこと。その後その国どうなった？僕らの国でも起きますか？それはそれはそれは、ああ、あなた次第です。それはそれはそれは、あなたたち次第。オブラディオブラダパパパ、人生は続くよ。子供ニュースの時間でした。ありがとうございます。長い時間、短い時間、とりあえず残業もあるから本編最後にさせていただきます。